はい、皆さん、こんにちは、翔です。で、今日がですね、12月の21日なんですけど、今日日経平均、一瞬2万6900円超えたんですけど、そこから400円近く急落したんですよ。なので、今後ですね、さらに下がってくる可能性が高いのかどうか、今後の注目点を皆さんにシェアさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。で、僕は2013年に証券会社に入社して、毎年社長賞を取って準 MVP 獲得しています。で、このチャンネルは今年の8月に立ち上げたばかりなんですけど、僕のチャンネルではマーケットニュースであったり、テクニカル分析の実践的な使い方、米国株の情報、そういったものを皆さんにシェアしていきたいと思っていますので、まだ僕のチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、まず最初にですね、チャンネル登録からしていただいたらすごい嬉しいので、よろしくお願いいたします。じゃあいつも通りですね、まずはマーケットの状況から確認していくんですけど、S&P500、3709、0.35% 下落、ナスダック、12755、0.07% 下落、ニューヨークダウン、31,79ドル、0.41% 下落、ビックス、21.57、1.64% 下落、日経平均、26,714円、0.18% 下落、上海、3414、0.57% 下落、深圳、14071、1.57% 上昇、ユーロストック、3545、0.42% 下落という形になっています。で、これを見てもらったら分かる通り、今日ですね、日経平均、最終的には26,714円で引けてるんですけど、ただ一時ですね、26,533円まで今日急落してるんですよ。で、今日朝方ですね、日経平均先物が結構高かったですから、26,700円超えるんじゃないかっていう声も結構出てたんですけど、最終的には PR25 倍の時の日経平均の理論値、26,774円を超えること今回またできませんでしたから、このラインがですね、我の抵抗ラインとして強烈に意識されてるっていう状態。それは現状変わってないんですよね。ただ全体の値動きを見てみると、ちょっとですね、気になるところありましたから、そこの解説もですね、今回していこうと思うんですけど、で、今日日経平均に関してはさっきも言った通り、一時26,900円、朝方超えてきたんですけど、これに関してアメリカ政府が9000億ドル規模の新型コロナウイルス追加経済対策で合意に達したっていうニュースですね。それが発表したことによって、朝方はですね、一気に上げたんですけど、ただそれ以上に悪いニュース、それが目立ちまして、こちらニュース見てほしいんですけど、イギリスのジョンソン首相は19日、感染力が従来のものより最大で7割高いとみられる変異種の新型コロナウイルスが広がっているとして、首都のロンドンを含むイングランド南東部に事実上のロックダウンをですね、再導入することを発表したんですよ。これを受けて周辺諸国もイギリスからの入国、それをまた制限するっていうふうに発表してきたんですけど、現状ですね、このコロナウイルスの変異種、それが欧州全域に拡大するリスク、それが意識されて、今株式市場は下落圧力強まっているような状態になっていますから、ここの動向次第で株式市場がもしかしたら乱高下してくる可能性、それも十分考えられはするんですよ。特にですね、アメリカの大統領選前もそうだったんですけど、油断してると欧州初の株式市場の下落、そういったパターンにやられてしまう可能性も考えられますから、ここに関しては最大限のですね、注意を払っておいていただきたいと思うんですよね。ただ一方でハイテク株の方にはプラスに働く可能性、それが考えられまして、というのがですね、ここで見ていただきたいのが深圳総合指数、ここの値動きになるんですけど、ここがですね、現状 1.5% 相当上がってるんですよ。で、この深圳総合指数っていうのは中国版のナスダック市場、ハイテク株市場になるんですけど、以前から皆さんにお伝えしている通り、ナスダックとの連動性、これが非常に高いんですよね。それは下の相関係数見てもらったら分かりやすいんですけど、これがですね、ナスダックとの連動性、それを表していまして、これが1に近いほど連動性が高いというふうに判断できるんですよね。で、このチャートを見てもらうと、今年1年間はこの相関係数が1にだいぶ近いですから、これを見てもらってもナスダックと深圳の連動性、それが高いことが分かると思うんですよ。なので今回ですね、深圳が上がったことによって、もしかしたらナスダック今晩上げてくる可能性も考えられますので、ここに関しては皆さん、しっかりと把握しておいていただきたいんですよね。じゃあそういった背景を受けて今から各マーケットのテクニカル分析、いつも通りしていくんですけど、もしこれから使うテクニカル分析の使い方、あまりよくわからないっていう方がいらっしゃいましたら、概要欄の方に関連動画のリンク載せていますので、そちらを後ほど見ておいていただければと思います。じゃあまず最初にですね、ニューヨークダウ先物、これから見ていくんですけど、現状ですね、下の MACD に関しては、青のラインがオレンジライン。これを上から下に突き抜けてデッドクロス。下落トレンドを形成していますし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しては現状日足の下の方に点灯していますから、ここに関しても上昇トレンドを形成している。さらに現状の日足の位置、ここに関してはボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインを下でのサポートラインとして今規則正しい値動きしていますから、ここに関してはまだ変な値動きしていないんですけど、ただボリンジャーバンドのバンド幅ですね、上の青のラインと下の青のライン、
この間隔が今非常に狭いので、これがですね今後拡大してきてバンドオーク、日足がボリンジャーバンドのこの青のラインに沿って上がっていく強烈なトレンドのサインですね。それが発生してくるかどうかっていうところには皆さん注目しておいていただきたいんですけど、ただここで注目していただきたいのがユーロドル、ここの値動きになりまして、現状ですねユーロドルに関しては下落してるんですよ。それはこのチャートを見てもらったら分かる通りなんですけど、で注目していただきたいのが下の相関係数なんですよ。でこれがですねニューヨークダウとの連動性、それを表してるんですけど、これが1に近いほどニューヨークダウとユーロドル、その連動性が高いっていうことを意味するんですよね。でこれを見てもらうと、今かなりですねユーロドルとニューヨークダウの連動性、それが非常に高いので、もし今後ですねユーロドルが下落してくると、もしかしたらニューヨークダウの下落圧力につながる可能性、これも現状考えられるんですよね。で下のMACDを見てみると、青のラインがオレンジライン、これを上から下に突き抜けてデッドクロス、下落トレンドを形成しそうな怪しいチャートパターン形成していますし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しては現状日足の下の方に点灯していますから、上昇トレンド、それを形成してるんですけど、ただ現状のパラボリックの位置、これがボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインの線分上で位置してますから、もし今後ですね MACD がデッドクロスを組んできてパラボリックも下落トレンド入りしてくると、もしかしたらボリンジャーバンドの中央線ですね、ここを割り込んで日足が下がってくる可能性、それも考えられるんですよ。特にですね現状のユーロ高に関しては ECB のラガルド総裁もちょっとですね懸念していますので、何かしらのですねアクションを出してくる可能性も今後考えられはするんですよね。さらに今回のイギリスの問題、コロナウイルスの変異種が確認できたっていうところ、それもですね下落圧力に全体的につながってくる可能性が欧州市場では考えられますから、もしこれがですね欧州全体に飛び火してくると、ユーロの売り圧力、それがもしかしたら強くなってくるかもわかんないんですよ。なのでここの動向に関しては最大限のですね注意を払っていただきたいと思います。じゃあ次日経平均、ここはどうなるかっていうと、ここに関してはですね朝方26,900円一瞬超えたんですけど、そこから下落いたしまして、現状ですねボリンジャーバンドの中央線ですね、この赤のラインでなんとか下げ止まってるような状態なんですよ。なので今回も PR25 倍の時の日経平均の理論値26,774円を超えることができませんでしたから、ここのラインがですねまだ強烈に上値の抵抗ラインとして意識されているっていうところ、そこに関しては注目しておいてほしいし、さらにですね現状のチャートパターン見てみると、下の MACD に関してはデッドクロスですね、青のラインがオレンジライン、これを上から下に突き抜けて下落トレンドを形成していて、青のラインに関してはまだ切り下がっていますし、さらにですねオレンジのライン、ここもですね順調に切り下がってきていますから、もし今後ですね MACD がゴールデンクロスを形成して上昇トレンドを組んだとしても、もしこのオレンジのラインがですね下落基調にあるならば、騙しの可能性も出てくるんですよ。もしくは MACD のダイバージェンス効果、それが出てくる可能性も考えられますから、そこに関しては注意しなければいけないかなっていうふうに思うんですよね。さらにパラボリック、このドットチャートに関しては現状日足の下の方に点灯していますから、上昇トレンド、それを形成しているんですけど、ただ日足とパラボリックの距離、これがまただいぶですね接近してきているので、これがですね今後下落トレンドを組んでくるかどうかっていうところ、そこには注意しなければいけないですし、さらに現状の日足の位置ですね、ここに関してはさっきも言った通りボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインでなんとか下げ止まってるんですけど、もし明確にこの赤のラインを日足が下回ってくるとトレンドの展開になる可能性が考えられますから、ここの赤のラインを今後ですね下回ってくるかどうか、そこに関しても皆さんですね注目しておいていただきたいと思います。あとはですね PR25 倍の時の日経平均の理論値、それの求め方なんですけど、12月の18日時点で日経平均の EPS 一株当たり利益が 1070.96 円だったので、これにですね PR25 倍をかけてもらうと日経平均の理論値26,774円という数値が出てきますので、ここの計算の仕方に関しても必ずですね覚えておいてほしいんですよ。例えば現状ですね日経平均に関しては PR25 倍の時の理論値、この水準が上値の抵抗ラインとして強烈に今サポートされてるんですけど、もし今後ですね仮に株価が急落してきたら、次に意識される抵抗ライン、それがですね PR24 倍の時の日経平均の理論値25,703円という風に設定することもできますので、ここの使い方に関してもしっかりとですね把握しておいてほしいんですよ。なので現状日経平均に関しては今回下がってはいるんですけど、日柄調整を組んでるような形でほぼ横ばいで推移していますから、これから上がってくるのか下がってくるのか、そこに関しては慎重にですね判断しないといけないんですけど、ただここで注意しなければいけないのが、以前皆さんにお伝えした海外投資家の売買動向、ここの動きになりまして、
このデータを見てもらうと、2020年の10月から12月に海外投資家日本株を現金で2兆3048億円相当買ってるんですよ。最近のデータを見てみると、6週連続で海外投資家日本株を買い越しに転じてきて、それが今の日経平均の上昇ドライバーになってはいるんですけど、ただここで注目してほしいのが、それ以前のデータになりまして、例えば2019年の10月から12月、ここで海外投資家は日本株を現金で2兆1922億円相当買い付けてるんですけど、その後には売り越しに転じてるんですよね。さらに一番下の2016年の10月から12月には、海外投資家現金で2兆4982億円相当日本株を買ったんですけど、その後にも売り越しに転じてるんですよ。で、この傾向が見受けられるのはこの2016年以降からなんですけど、だいたいマックスで2兆5000億円相当日本株を買った後に海外投資家売りに転じてるっていうことを考えると、もしかしたら今日日本株下げたことによって個人投資家買い越しに転じてるかもわかんないんですけど、それに当てるような形で機関投資家海外投資家はもしかしたら売りに転じてきてる可能性、それも考えられるんですよね。さらに注目していただきたいのが、日経平均のビックス指数、市場の不安心理を表す恐怖指数の値動きになるんですけど、今回ですね、日経平均下げたことによってこのビックス指数が急騰してるんですよ。で、マーケット関係者の中では以前からですね、ビックス指数が20を下回ると株がですね、買われてから日経平均上がってくる可能性が高いというふうに言われてたんですけど、じゃあ逆に節目の20っていうラインですね、そこを上回ったらどういったことが起こるのかっていうところ、そこもですね、皆さんしっかりと把握しておいてほしいんですよ。もしこのビックス明確に20っていうライン上回ってくると、さらにですね、売り圧力、それが強まってくる可能性も今のマーケットだったら十分考えられますから、これが今後ですね、さらに急騰してくるかどうか、そこに関しても皆さんですね、最大限の注意をしておいていただきたいなというふうに思うんですよね。じゃあ次にトピックス、ここはどうなるかっていうと、ここに関しても日経平均と同じようなチャートパターンを形成していまして、下の MACD に関しては青のラインがオレンジライン、これを上から下に突き抜けてデッドクロス、下落トレンドを組んでいますし、このパラボリックドットチャートに関しては日足の下の方に点灯していますから、上昇トレンド、それを形成している。さらに現状の日足の位置、ここに関してはボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインでなんとか下げ止まっているような状態、それは変わらないと思うんですよ。なので注目点は一緒なんですけど、ただここで見ていただきたいのが NT 倍率、日経平均割ることのトピックス、これで表されるチャートになりまして、これはですね、上昇すると日経平均有利、逆に下落するとトピックス有利、そういった風に判断できるチャートなんですけど、現状ですね、下の MACD に関しては青のラインがオレンジライン、これ上から下に突き抜けてデッドクロス、下落トレンドを組んでいますし、さらに今回ですね、 NT 倍率一瞬下落したことによって、このパラボリックに関しては日足の上の方に点灯しましたから、ここに関しても今回下落トレンドを形成してるんですよね。ただ現状の日足の位置、ここに関しては一目均衡表の雲の上限、この緑のラインの上の方で推移していますから、ここに関してはまだ上昇トレンドを継続してるんですよ。なので今後もしですね、この NT 倍率さらに低下してきて、この緑のラインを下回ってくるようなことがあると、日経平均の下落圧力、それがさらにですね、強まってくる可能性が考えられますから、ここに関しては注目しておいてほしいし、たださらにですね、下落してくるっていう風になると、トピックスの方に資金がですね、シフトしてくる可能性、それが考えられますから、もしかしたらですね、ネガサ株、そちらの方に資金がですね、もうちょっとシフトしてくることも考えられはするんですよ。なのでそこの動向に関しては皆さんですね、しっかりと把握しておいていただきたいと思います。じゃあ次にマザーズ、ここはどうなのかっていうと、現状パラボリック、このドットチャートに関しては日足の上の方に点灯していますので、ここに関しては下落トレンドを形成している。さらに現状の日足の位置、ここに関しては一目均衡表の下限のライン、この赤のラインを下回っているので、ここに関しても下落トレンドを形成しているんですけど、ただ下の MACD を見てもらうと、今回ですね、青のラインがオレンジライン、これを下から上に突き抜けてゴールデンクロス、上昇トレンド形成間近になってるんですよ。なのでもしかしたらこの MACD 上昇トレンドを形成してくる可能性も考えられはするんですけど、ただボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインを見てみると、今現状切り下がっていますから、まだここに関してはトレンドが見えてないんですよね。なので総合的に考えると、下の MACD がゴールデンクロスを組んだとしても、まだですね、ちょっと重たい値動き続くんじゃないかなっていうふうには今の状態だったら思うんですよ。さらにですね、年末の損益通算、それもですね、近づいてきていますから、その時にですね、マザーズに関しては売り圧力、さらに強まってくる可能性も考えられますので、基本は損益通算最終日までは
このマザーズに関しては様子を見てもらってた方がまだいいんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよ。もちろんですね、デイトレとかだったらやってもらっても構わないと思うんですけど、ただ日をまたいで持ち越すっていうことになってくると、ちょっとまだリスクが高いのかなっていうふうに思っていますので、そこのリスク管理はですね、皆さんしっかりとしておいていただきたいと思います。じゃあマザーズが今後ですね、どのタイミングで上がってくるのかっていうところ、それを予測するために見ておかなければいけないのが、まずこちらのチャートになるんですけど、このチャートは日経平均割ることのマザーズ、それで表されるチャートになりまして、僕は便宜上ですね、 NM 倍率っていうふうに呼んでるんですけど、これが上昇すると日経平均有利、逆に下落するとマザーズ有利、そういう風に判断できるチャートになりまして、これが下落に転じたタイミングでおそらくですね、マザーズ上がってくる可能性が高いんじゃないかなっていう風には思ってるんですよ。で、下のマックデを見てもらうと、現状ですね、青のラインがオレンジライン、これ上から下に突き抜けてデッドクロス、下落トレンドを組んでいるし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しては現状日足の下の方に点灯していますから、ここに関しては上昇トレンドを形成してるんですけど、ただ現状日足とパラボリックの距離、これがだいぶ近いので、今後ですね、下落トレンドを組んでくるかどうかっていうところには注目しておいていただきたいと思うんですよ。もちろんですね、騙しの可能性、それもありますから、そこに関しては慎重に判断しなければいけないんですけど、さらにですね、それと関連して見ていただきたいのが、今度はですね、マザーズ割ることのジャスタック、これで表されるチャートになりまして、これに関しては MJ 倍率っていう風に僕は呼んでるんですけど、これはですね、逆に上がるとマザーズ有利で、下がるとジャスタック有利、そういう風に判断できるチャートになるんですよね。で、現状ですね、このチャートを見てもらったら分かる通り、この MJ 倍率に関しては下落していますから、今ですね、マザーズからジャスタックに資金がシフトしてるということ、それがこのチャートから確認できるんですけど、これがですね、一旦底を打って反転上昇に転じたタイミング、そのタイミングでマザーズが上がってくる可能性、それが高いとも思うんですよ。で、現状下の MACD に関しては、青のラインがオレンジライン、これを下から上に突き抜けてゴールデンクロス、上昇トレンド形成間近になっていますし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しては現状ですね、日足止めの方に点灯していますから、下落トレンド、それを組んでるんですけど、ただここに関しても日足とパラボリックの距離、これがだいぶまた接近してきてるんですよ。なので損益通算最終日に向けて、さっき言った NM 倍率やったりとか、この MJ 倍率ですね、それがどういった風にトレンドを変えてくるかどうか、そこに注目しておいてもらったら、うまくですね、マザーズのトレンド、それを掴んでいただくことができる可能性が考えられますから、ここの動向にも皆さんですね、ぜひとも注目しておいてください。じゃあ次にドル円、ここはどうなるかっていうと、ここに関してはこの前ですね、103円、一旦割れ込んだんですけど、ただそこを底値にして、今若干戻してきてるんですよ。要はドルが買われてきてるっていうことなんですけど、で、下の MACD に関しては、今青のラインがだいぶフラットになってきていますから、今後ですね、上昇トレンドを組んでくるかどうか、そこには注目すべきかなっていうふうには思うんですよね。さらにパラボリック、このドットチャートに関しても、現状ですね、一目均衡表の下限のライン、この緑のラインを下回って現状推移していますから、このパラボリックと日足が交わって、上昇トレンドを形成するために邪魔な抵抗ライン、それが現状ないんですよ。なのでもしかしたらドル円に関してはまたですね、上昇に転じてくる可能性、それも考えられますから、そこに関しては注目しておいてほしいんですけど、ただ上がったとしてもおそらくですね、一目均衡表の下限のライン、この緑のラインでまたですね、頭を抑えられる可能性が高いので、ここに達した段階で下げてくる可能性っていうものも皆さんしっかりと覚えておいてほしいんですよね。じゃあそれと関連してドルインデックス、ここの値動きを見てほしいんですけど、現状ですね、ドルインデックスに関してはこの前急落しまして、一旦下げ止まった形ではあるんですけど、ただこのチャートを見てもらったら分かる通り、どれだけですね、今ドル売りの圧力、それが強いのかっていうのは分かると思うんですよ。たださっき言ったユーロドルですね、あれが下落に転じてくると、このドル指数に関しては上昇に転じてくる可能性、それが高いので、ここの動向もですね、合わせてセットで見ておいていただきたいですし、さらにそれと関連して見ていただきたいのが金先物、ここの値動きになりまして、ここに関しては今回上昇に転じてるんですよ。で、このチャートを見てもらうと、下の MACD に関しては青のラインがオレンジライン、これを下から上に突き抜けてゴールデンクロス、上昇トレンドを継続しているし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しても日足の下の方に点灯していますから、ここに関しても上昇トレンドを形成している。さらに現状の日足の位置、ここに関しては一目均衡表の下限のラインですね、ここを試しに行ってるんですけど、通常この金先物の値動きとさっき言ったドルインデックス、これは逆相関関係、逆の値動きをする関係にあるんですけど、今回ですね、ドルインデックスが一旦下げ止まってるのに、このゴールドは今日買われてるっていうところ、そこに関しては皆さんですね、注目してもらってた方がいいんじゃないかなっていうふうには思うんですよ。で、もしですね、今後仮にドルインデックス上がってきたタイミングで、この金もですね、上昇してるようなことがあったら、もしかしたら市場全体がリスクオフに傾く可能性、
それも考えられはするので、ここの動向に関しても皆さんですね、注目しておいていただきたいんですよね。なので現状のマーケットは直近ですね、大きく値を上げてるんですけど、ただ今の相場っていうのは絶妙なバランスで成り立っていますから、何かしらの歯車が一つ狂うと、一気にですね、相場全体が崩れてくる可能性、それも十分考えられはするんですよね。で、もしかしたら今回のイギリスの問題、それが欧州全体に波及して、欧州株の下落、そういった事態につながってくると、アメリカの大統領選前みたいに全体にですね、その影響が波及してくる可能性、それも考えられますので、ここの動向に関しては皆さんですね、細心の注意を払っておいていただきたいなというふうに思っています。で、僕の場合はですね、以前から皆さんにお伝えしている通り、11月の4日に株が上がってくるということ、予想してから見事に的中していますから、現状ですね、売り上がっているような状態なんですよ。投資の世界では一番の高値で売るということ、もちろんですね、運が良かったらできはするんですけど、そういったケースっていうのは稀になりますから、そこのですね、トレーディングのやり方っていうところですね、どういったタイミングで利益を出していけばいいのかっていうところ、そこも慎重に皆さん考えておいていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今回もですね、動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また皆さんのお役に立つような動画どんどん投稿していきたいと思っていますので、よろしければ僕のチャンネル登録、あとはツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。